6等で寂しいんですが、ナイスナイスナイスはいつものようにおしゃれですね、はい、という報告でありますが、大坪さんまとめと言いましょうか、はい、結局はあの、はい、昭和天勝利天竜が先行策取り、うん、ミスターシクレノンが2番手ですか、はい、それから丸仏ファーストあたりが早めに行くんではないかと思うんですがね、それに対してナイスナイスになりますが、はい、どこからミスターシクレノンを意識して差を詰めてですか、うん、はい、やはり上がりの 1000m がポイントになるでしょうね。そうですね、はい、稲荷湾が62キロ、それから今年初めてのレースということでね、ミスターシクレノンの方が1番人気、2番人気に稲荷湾、3番人気にナイスナイスナイスというふうに人気の方は割れていますが、馬場は大坪さん、昨日より今日の方が悪いというようなことを言ってますね。結局生乾きというんですかね、はい、見た目はほとんど乾いてるように見受けるんですが、うん、やはり芝がほとんど内側が跳ねてるんでしょうね。ねえ、さあ注目稲荷湾のゲートインであります。3番のミスターシクレノンがゲートイン終わっております。山本さん、その後どうですか。順調です。稲荷湾入るときものすごい気合でしたね、はい、そうですか。ナイスナイスナイスです。そして最後に6番のマルブスファースト、6頭 3000m、 おそらく前半はスローペースでしょう。一斉に飛び出しました6頭。大方の予想通り、早くも青い帽子4番の勝利天竜が行こうとしております。それから丸仏ファーストがゆっくりと外から2番手、ナイスナイスナイス。それから赤い帽子ミスターシクレノンが4番手、前4頭がばらけました。それからご覧のように差があって、5番の大隅車台がいて、それから1番の稲荷湾、稲荷湾現在新狩りであります。前4頭、それから後ろ2頭と完全に2つに割れてしまいました。1周目第3コーナーでありますが、マルブスファーストが2番手、そして3番のミスターシクレノン、今日は武豊騎士でありますが、これが3番、おっと1番の稲荷湾ちょっと引っかかったんでしょうか。ご覧のように柴田正人騎手、懸命に馬をなだめている感じであります。懸命に手綱を抑えている感じであります。後ろから行っていた1番の稲荷湾でありますが、一気に差を詰めてきて5番手、しんがりは大隅車台、この1番の稲荷湾を前に4頭がいます。そして4番の勝利天竜、ちょっとやっぱり前半 3000m、 しかも頭数が6頭ということで、スローペースであります。そのスローペースを嫌がって3番のミスターシクレノン、武豊がこの辺りで浮きを通って先頭に出ました。ミスターシクレノン先頭、外へかなり間隔があって4番の勝利天竜2番手、内黒い帽子ナイスナイスナイス、京都大商店で復活したナイスナイスナイスが3番手、丸仏ファースト稲荷湾、徐々に後続集団が差を詰めてまいりました。それから大隅車台であります。大歓声が上がる阪神競馬場でありますが、まだスロー、まだスローで、後続後ろの方はちょっとかかり気味であります、かかり気味であります、でありますが、ご覧のように稲荷湾は後ろから2頭目でありますが、先頭のミスターシクレノンとはほとんど差がありません。もう一度先頭から行きますと、3番のミスターシクレノン、武豊騎士であります。ご覧のようにようやく落ち着きました。それから2番手でありますが、2番手は4番の勝利天竜で西浦勝一騎手、3番手2番のナイスナイスナイスは川地博騎手、それから6番のマルクファースト4番手、これが村本騎手、それから1番の稲荷湾5番手で柴田正人騎手、そして5番の大隅車台は松永正弘騎手。 3000m6 頭、6人の乗り役の腕の見せ所であります。ゴールまであと 1000m でありますが、2000m を2分8秒から9秒台という超スローペースになりました。おそらく第3コーナーを過ぎて第4コーナーの手前で用意ドンになるのではないかと思いますが、ナイスナイスナイスが現在4番手、また稲荷湾差を詰めてくる。それから外から大隅車台も行く。6頭がご覧のように一段になった、6頭一段になりました。6頭これで全部でありますが、さあ3番のミスターシクレノンと勝利天竜の間へ黒い帽子が突っ込んだ。2番のナイスナイスナイスだ。1番の稲荷湾ついていけるのか、稲荷湾ついていけるのか、画面からちょっと消えかかっている。1番の稲荷湾ついていけるか、62キロであります。後の馬は56キロと58キロ、おっと稲荷湾外へ行った、場内は騒然となってきている。さあ稲荷湾柴田の外、どこへ突っ込んでいくのか。先頭はシクレノン、シクレノン外から大隅車台、外から大隅車台が差を詰めてきている。大隅車台突き抜けた、大隅車台先頭だ、大隅車台先頭だ、大隅車台が先頭だ。そして勝利天竜、もう一度内からミスターシクレノン、もう一度内からミスターシクレノン、稲荷湾は後ろから2頭目、大隅車台5番の大隅車台先頭、大隅車台先頭だ、松永正弘、大隅車台だ、大隅車台1着2着にミスターシクレノン、3着に勝利天竜、4着に2番のナイスナイスナイス、稲荷湾は5着、そして6着にマルブスファーストです。5番の大隅車台、今日は人気を下げていました。ババコンディションが良になっていて、ババコンディションが良になっていて、人気を下げていた大隅車台、第4コーナーで一気にスパート、直線外を通って抜けました。